どうもお疲れ様です。舞姫大学の特別講義速歌塾の久保がお伝えしたいと思います。今回はですね、50代から未だにそんな思考なのダメだよっていうことで3点ね、皆様の思考の転換についてヒントをお伝えしようと思います。あの、どうしてもね、50代から60代になってくると、このこれから申し上げる3つの思考が全部をダメにしてしまうんですよ。ですんで、ああ、しまった、そういうふうに考えてるなと思ったら、ぜひね、ここから考え方を変えていただいて、 えー、ちょっとと思思考を転換してもらいたいと思いたますまず1つ目ですけども「時間がない」っていうふうにねついつい言ってしまいますし思っちゃいますよね。いいや実際時間はないんでしょうというのが人生ってのは70年になるのか80年になるのか100年になるのか分かりませんけども有限なわけでですよで10代の頃や20代の頃に比べるともう残りの時間っていうのが50代になってくるとね少なくなってくるわけじゃないですか。時間がないんですよ だからなんですよ時間がないからやらないんじゃなくて時間がないから急がないとねだってもう締め切りが迫ってるわけですよじゃあ今この瞬間動かなかったら締め切りなんてどん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 近づいてきて今時間がないって言ってやらなければ明日はもっと時間がなくなるんですよだから明日よりもまだ時間がある今日のうちにスタートすることだと思いますどんなことでもですよちなみに私は50歳の誕生日が10月11日に来ますこの時で51歳になるんですけども 50歳のうちになんとかね、キックボクシングのリングに立ちたいと思って、ずっと格闘技の映画とかね、えー、ブレイキングダウンみたいな YouTube の企画を見てまいりました。や、ついにね、10月1日、私、リングに立ちましたよ。動画にも撮れましたし、そして私のメインイベントの紹介を、立派なね、アナウンサーの方がしてくださいました。取材も受けました。感無量ですよ。はい。まあ、試合の内容はね、ヘナチョコの私ですから、 すぐにやられてしまったんですけどもでもね試合の内容も大事なんですけどもその他の場面で私は本当に宝物を得たような気がしますはい時間がないから急いでやったんですよそうすると50歳のそうですね2023年の1月とか2月ぐらいから始めて10月1年以内にリングに立つことができたまさに一つのドラマじゃないかなと思います皆さんもね時間がないと思って後回しにしてきたこと今日からやるそんな瞬間にしてもらいたいと思います 2つ目いきましょうか2つ目はですねもうこの年だからってついつい思っちゃうでしょうこれもダメなんですよあのねもうこの年だからやっても仕方がないよっていうのはこれから10年後になったら言ってくださいさすがに今と10年後を比べて10年後からね今を振り返るとあの時にやっておけばよかったまだ間に合った,ったっていうことが気づけると思うんですよというのが今から10年前に もうこの年だからやってもしょうがないと思ってたこと、やるでしょ今から10年前に巻き戻せたら。らそうなんですよ。何でもそうですけども、例えばね、FX 一つ取っても、10年前にやっていたら、もう今頃は稼げてるんですよ。ね、10年前に一心不乱にやっていたら、もうお金の問題解決してるんですよ。だから10年前に始めておかなかったから、今日も FX をやるかどうか躊躇してるわけでしょうん。だから結局ね、 問題って先送りにすると、先送りにした問題がいつまでも自分の人生を追いかけてきて、自分の新しいトライを邪魔するんですよ。だからもうこの年だからっていうふうな言葉が出た瞬間に、もうこの年だけどやってみる。まだこの年だからやってみるっていうふうに思考を転換していただきたいと思います。3つ目。最後は極めつけです。断るごとにこう言うはずです。めんどくさいと、ね。めんどくさいからやらなかったでしょ。めんどくさいから 放置しししして後回しにしましたよねそういったことがいっぱい積み重なって今一番マックスでめんどくさい状態が現れてるんですよつまり人生がめんどくさくなってるんですよめんどくさいことから片付けていくとめんどくさくないことが残るんですよねそんな50代とか60代にしていけたはずなのにめんどくさいから後回しにした結果人生の後半で手をつけなかっためんどくさいことがたくさん迫ってきましたお金の問題人間関係恋愛の問題家族の問題 そして両親へのいろんなね感謝のやり方とか恩返しとか親孝行とかどうでしょうかね子供に対してもあるかもしれませんし地域社会に対してもあるかもしれませんし自分の後継者誰かいますかどうでしょうかね会社に属している方は自分の後継者っていう概念はあんまりないと思いますけども自分の後輩や部下ってことになると思いますけどもでもその後輩や部下は思ったほどあなたを師匠だとは思ってませんよ。 だから自分の人生の後継者をね、作れたかなどうかなってことを考えていくと、ちょっと思うところがあるんじゃないかなと思います。もちろんね、いや、俺には後継者なんて必要ないんだっていう方がいると思いますけども、でも、やっぱりね、いい兄貴分、いい親父分っていうふうに思ってくれるような、そんなね、次の世代を自分は大切にしただろうかってことが、今ここに出てくるわけなんですよ。私事でちょっと恐縮なんですけども、10月1日にね、キックボクシングの試合に行きました。 そこに、うん、私が非常にね思いを込めている二人の人物がいてくれたんですよ一人は私を実の父親のように思ってくれてもう10年以上私のそばにつかず離れずいつもいてくれる、まあ、そんなね青年でございますもう一人は私のことをね、えー、年の近い兄貴と慕ってくれる、まあ、5歳ぐらいね下の方でございます いずれも東京ってのはねと山越えて遠いところです、うん。東北にいる方と広島にいる方なんですけどもね私としてはこの2人が自分の人生の後継者かなと思ってますのであの非常にありがたいことだと思っておりますまあでもね速果塾っていうくくりがありますんで速果塾の塾生さんやもう一つ FX オリガルヒっていうねこのくくりに入ってくださる方これも広い意味で言うと私の後継者なんでねしっかりと 自分のマインド魂を伝えていこうかなと思います。これがですね、私の全てのモチベーションですよ。もちろん、実の家族があって、その実のね、息子っていうのも、山本くんっていうのがいますんで、立派な後継者になると思いますけども、肉体的な後継者とね、祖母塾みたいな精神的な後継者と、二つ持てたことは、私の何よりもの、生きる喜びになってるかなと思います。これはだからね、めんどくさいを片付けていくと、そういう風にやっぱりなるんですよ。めんどくさいことを片付けれる。 そんな人になっていきたいなと思いながらちょっとは慣れたのかなと思っているところでございますはい3つ目はちょっとね難しい概念的なものになりましたけどもいかがだったでしょうかもう一回3つの概念お伝えしますけどもここの思考を切り替えていきましょう時間がないというふうにして先送りするのをやめるともっともっと有効な人生が待っているということでございますそれからもうこの年だからっていうふうに諦めていくんじゃなくてまだまだこの年だけどやってみるよっていう形で不利であればあるほど 今日すすぐ取り掛かるってことです3つ目はめんどくさいと思うものから片付けていくってことですよね。そうすると人生にめんどくさいものが排除されていってめんどくさくない人生が待っているということになります。それではお疲れ様です。